みなさんこんにちは、高森です。のってんです。今回のね、動画なんですけれども、のってんね、最近ハンドスピナー流行ってるよね。流行ってるね。めちゃくちゃ流行ってるよね。で、私考えました。ハンドスピナーのね、ちょっと可能性みたいなのを探りたくて。あれって結構回すだけじゃないですか。でも実は技っていうのがあるんですね。結構ね、それもね、何十種類とかあるわけなんですよ。それを今回私高森と乗っててね、やれたらなって。今回はちょっとね、私が選んだすぐ手軽で簡単だけどかっこいい技とかを紹介できたらなと思っております。はい、今回まず難易度星1の8の字でございます。じゃあ僕早速ね、その手にお手本を見せようかなと思います。はい、まず普通に、まあこれ普通に回す。じゃあ回して、これを、ああ8の字を描くみたいな。これが難易度1。これをちょっと一回じゃあまず飲んで。オッケー。これはね、できると思う。でしょ。せーの、ほっ。あー、おー、なんか一昔前のなんかね、バブルみたいな。なんか、G を感じる。あ、G を感じる。え、感じるでしょ。次のステップいきましょう。はい、次の技はね、はい、ウォッチね。鳥？違う違う違う、ホケです。あー、ウォッチね、ウォッチね。なるほどね。こっちの、いや、ここもね、高森先生が今ちょっとご教授します。はい、お願いします。はい、いくよ。先生、危ういっす。ごめん、なんか、やりたいことは伝わったでしょ。わかった。まあ、こんな感じで、これをね、次の手になってもらおうかな。これも、でもできそう、私。いきます、ウォッチューベン、せーの。あたたたたた。ちょっと、やっぱ師匠がポンコツだと弟子もポンコツってね。やばいやばい。おっ、おっ、すげえ、うん、センスあるよ。ありがとうございます。ほっほっ。でもこれはそこそこいける。はい、じゃあ次3つ目、トスアップでございます。トスアップ、投げる系か。そうで、トスアップなんですけれども、これはね、この先っちょをこうやってつまんでね、もうま投げてキャッチみたいな。ごめんなさい、今こうなるでしょ。そう、難しいんだよ。とにかく理想はこうやって回ってったのが、投げたのをここでキャッチ、真ん中でキャッチしてたら、くる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 みたいな。正直ね、僕もちょっと全然成功してないんで。いや、さっきからいきなりレベル上がったよね。難しい。茶碗レベルからちょっとね、だいぶね変わってきたけれど。はい、じゃあトスアップ2人で成功できるように頑張っていきましょう。はい、本当にこれ難しいからさ。そう、ごめんね、何回も失敗したから。あー、でも口からいろんなところができたな。惜しかったよ、惜しかったよ。わー、おー、マジで成功ですよ。やばい。はい、じゃあね、でもちょっと一つね、番外編いようかなと思って。ここで、あ、別にそんな難しくないですよ。どうなの。アームグラインドっていうのをお見せしようかな。まず普通に待ちます。こうやってね、これをしたら、あー、なるほどね。腕でこうやってシュッて早く回して、いかにどやれるかっていう。まあ別に どやんなくてもいいんですけど。いきます。我が声に共鳴せよ、変身。おー、聞こえるか、このシュインシュインの音が。これがアームグラインドでございます。これはね、少年たちに大人気の技だね。まあこんな感じでハンドスピナーの番外編、面白かったですか。うん、かっこいいこれ。あの、最強難易度の方に行きましょうかね。怖いよ。最強難易度の技はスイッチングと言います。スイッチング。スイッチングがどんな技かと言いますと、これハンドスピナーじゃないですか。これこうやってシュッて回すじゃないですか。投げて、まず最初は表、こう表というかこの形で取るんですよ。で、さらにシュッて投げるんですね。投げて、さらに次はこうやって、このね、手のね、これとこれ、これがスイッチングって言われる。できない。難しいでしょ。絶対できないでしょ。早速じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあまず僕からスイッチングやっていきます。はい、いくね。うん、ここまではね、回ってます。あらららら、惜しい惜しい。これよ、いきます。おーい。あ、一回はいけた、一回はいけた。やばい、いきます。あー、いや、もうほんとこれでもほんまむずいって。じゃ、もう何回か。そうだね、もうどんどんやったもん勝ちだよ、これは。そうだね、難しいね、やっぱり。おじゃんけんできたの神だね。もうやだ、もうやだ。じゃあ、俺少し研究し。もうできない。
たね、さっき。すごいね、なんかいきなりできちゃうもんだね。びっくりした。いやいや、練習したんだよ、実は。こそれこそれ。もう最後は私やっていい？もうこれ最後の挑戦。お、マジで変身。あなたもはや怪人側です。はい、はい、まあこんな感じでございます。はい、じゃあ今日もバンダム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。